単勝 1.4 倍と、圧倒的な一番人気だったボンドガールは、2着に敗れました。川田、わらわら。出遅れて引っかかったら勝てんわな。ゴンバでカーブース強すぎはロタ。過剰人気だろ。高々牝馬限定の新馬戦を買っただけで、なんでこんなに人気だったの？ボンドガールの新馬戦のメンバーが6着まで勝ち上がってるから、2着のチェルブイニアは自走6馬身差の圧勝。3着のコラソンビートも自走未勝利、ダリア賞と連勝。伝説の新馬戦とは何だったのか。伝説の新馬戦といえば、モーリスの弟ルーカスを思い出す。勝った馬の名前が覚えられねえ。ボンドガールもシュトラウスも出遅れて引っかかって笑った。2強とは何だったのか。初戦台はメジャー3区。新馬戦だけ強いパターン。シュトラウスなんて前走不良だし参考外。ゴンバでカーブースが怪物の可能性。川田は去年もこのレースやらかしたよね。2着をなんとか確保して次につながった。ゴンバでカーブースの上がりダントツ。これ化け物かもよ。早熟だメジャー3区。藤田進の馬。ドーブネ級の馬。ダノンベルーガの妹だったのか。